こんにちは。東京九段工作ラボへようこそ。今日は 3D プリンターでの多色印刷を紹介します。多色印刷をすることでできる表現が広がって 3D プリントの楽しみが増えます。例えばフィギュアやキャラクターを作るときに色を変えることで表情がより鮮やかになります。自分だけのオリジナルデザインを色とりどりのフィラメントを使うことでより立体感を出すことができます。前回の動画で紹介したバンブーラボの 3D プリンターではこの AMS オートマティックマテリアルシステムを使うことで一度に多色印刷をすることができます。ただいいことばかりではないんです。今回の動画では多色印刷で気をつけたいポイントやより良くするための工夫についてお話ししていきます。それでは始めていきましょう。ではまずどのように多色印刷をしていくかを説明していきます。この AMS は複数のフィラメントをセットすることができます。この AMS では4色のフィラメントをセットできます。また別売りの AMS ハブを使ってこの AMS を4台つなげることでなんと最大16色の多色印刷をすることができます。今回は4色印刷をしていきます。印刷するモデルで使う色のフィラメントをそれぞれセットします。では今回印刷するモデルは文鳥です。ノマドスカルプトで作りました。ノマドスカルプトで作った文鳥を STL でエクスポートしてバンブースタジオに取り込みます。バンブースタジオはバンブーラボの 3D プリンター専用のソフトウェアで 3D モデルの設計や印刷設定を行うためのツールです。ここにセットしたフィラメントの色が表示されています。バンブーで購入したフィラメントには RFID がついていてフィラメントをロードすると自動的にその情報が認識されます。ではバンブースタジオで色を設定していきましょう。設定が完了したらプレビューしてみましょう。このプレビューを見ると印刷するのにかかる時間、フィラメントが何グラム使われるかを確認することができます。今回はすべてデフォルトの設定で印刷を開始します。そうすると印刷の様子がバンブーの本体についているカメラを通して表示されます。これで印刷の進行を確認することができます。そして印刷が完了するとスマホに通知を送ることもできます。さてバンブーはどうやって多色印刷を実現しているでしょう。次にバンブーラボのこの AMS がどのように多色印刷を実現しているかを紹介します。AMS はフィラメントの自動切り替えシステムです。このシステムを使うことで一度に複数のフィラメントをセットしてプリンターが自動的に色を切り替えて印刷することができます。フィラメントの切り替えはプリントヘッド内で行われ、各フィラメントが必要なタイミングで供給されます。これによって手動でフィラメントを交換する手間が省けてスムーズに多色印刷が行えます。自動でフィラメントを交換するときに一旦今使っているフィラメントの色を全部出して次に使うフィラメントをロードして完全にフィラメントの色を切り替えます。このフィラメントの切り替えが適切に行われることで多色印刷がきれいになる品質を実現しています。このフィラメントの切り替え時に出てしまうのが不要となるフィラメントになります。これ海外ではよくプープと言われてたりします。例えば
この記者を印刷する際にどれだけの不要なフィラメントが出るかっていうとこれなんですね。実際の重さを測ってみると印刷本体よりもフィラメントのこの不要なフィラメントの方が多く出てしまいます。これが多色印刷のリアルと言えます。ちょっともったいないなという気持ちになってしまいますが、これは多色印刷を行う上で避けられない部分です。この不要となるフィラメントを少しでも減らす設定がありますので、それをお話していきます。結論から言うと、不要となるフィラメントを減らすにはバンブースタジオの設定を変えます。特に大きく減らすことに貢献するのがフラッシングボリュームとマルチプライヤーの設定です。バンブーラボのページによると、フィラメントの切り替え時に無駄を減らす方法が紹介されています。Reduce Waste During Filament Change。 フィラメントの色を変えるとき、エクストルーダーに少しのフィラメントが残りますよね。そして新しいフィラメントが古いフィラメントを押し出して、フィラメントの色が徐々に変わります。この時色が混ざらないようにするためには、十分な新しいフィラメントで古いフィラメントを押し出す必要があります。でもこれが多すぎると無駄になってしまいます。このフィラメントの切り替え時のフラッシュ量はバンブースタジオで切り替える色を考慮して必要な量を自動で計算してくれます。例えば黒から白に切り替える場合は多くのフラッシュ量が必要になりますよね。逆に白から黒へ切り替える場合は黒から白へ切り替える場合よりも少なくなります。このフラッシュ量を手動で変更するにはマルチプライヤーの設定を変更します。デフォルトでは 1.0 になっています。今回はこの文帳を印刷するときに、このマルティプライヤーの設定を 1.0、0.7、0.5 と変えて印刷してみました。では結果を見てみましょう。まず文帳本体をそれぞれ比較してみましょう。こちらから 1.0、0.7、0.5 となります。変わらない品質で印刷されていませんか？では印刷の時に出た不要なフィラメントの量を見てみましょう。こちらから 1.0、0.7、0.5 となります。 1.0 の時は 38.8g、 0.7 の時は 31.0g、0.5 の時は 26.0g。 1.0 から0.5 にするだけで 12.8g 減りました。次にもう一つ試したいオプションがありました。フラッシュオプションズです。これはバンブースタジオのアザーズのタブにあります。デフォルトではチェックがついていません。このフラッシュイントゥオブジェクトインフィルにチェックを入れて試してみます。モデルの内部は見えないので、トランジションエクストルージョンで印刷できて、これによって材料を節約できると言われています。結果ですが、見てもらうと分かるように、切り替えの時に出ている黒やピンク色が透けて見えてしまいます。バンブースタジオのウィキにも書かれているように、透明なフィラメントでオブジェクトを印刷する場合、このオプションを有効にすることは推奨されていないとあります。今回は透明ではなく白ですが、薄い色を使う場合はこのオプションはチェックしない方が良さそうです。最後に紹介する方法は、一度に同じものをたくさん印刷するということです。一つ印刷する場合も、この3つ印刷する場合も、切り替えの時に出る不要なフィラメントは同じ量になります。それならばできるだけ多くのものを一度に印刷する方が
完成する本体の量が大きくなって無駄が少なくなりますよね。この方法を使うことでフィラメントの効率を最大限に活用できます。実際に試したものを紹介します。この分帳は3つ同時に印刷しました。この分帳は1つで印刷しました。それぞれの印刷時に出た不要なフィラメントですが、3つ同時にやった時で 30.8g、 1つで 26.0g、 4.8g しか変わらずですが、分帳をたくさん印刷できました。同じものをたくさん印刷したい時に限りなのですが、この方法を使うことでフィラメントの効率を最大限に活用できます。多色印刷楽しいですよね。こういったカラフルなものができることで創作の幅が広がったのですが、また不要になるフィラメントの量も多いというリアルもあります。今回紹介した方法が少しでも不要なフィラメントを減らすのにお役に立てればと思います。バンブーラボだけでなく、多色印刷ができる 3D プリンターも増えてますよね。また以前よりも低価格のものも多いので、こういうオリジナルな自分だけのアイテムを作りたいという方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。私も 3D プリンターでものづくりをこれからもやっていきますので、またご紹介したい Tips などが出てきたら動画を撮っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをしていただけるととても嬉しいです。励みになります。では楽しい 3D プリンターライフを一緒に送りましょう。また見てくださいね。